古田教案の犠牲者の墓古田教案の犠牲者5名、左から2人目と3人目が、スチュワート夫妻、古田教案は、1895年8月1日に、福建省復讐府、古田県で発生した教案。当夜、民間宗教最強の信者により、古田の火山に秘書に来ていた、イギリスの宣教師、ロバート・ウォーレン・スチュワートとその妻司と随行していた、女性宣教師が襲われ、 11人が死亡した。天神教案と共に、義和団の乱が発生する以前の最大の教案であった。1892年、厚生省官修府から竜幸教が古田に来て、最教会を創設した。3年間で、信徒は3000人に膨れ上がった。最教に入会した人々の目的はそれぞれ異なっていたが、基本的に社会の仮想にいる貧民たちであった。 彼らは、時教の指導のもと、高祖公税運動を行い、官兵に対抗し、花だしい者は、古田県庁に押し入って、役人を殺戮すると予言し、古田の地方当局の頭痛の種となっていた。そして1895年の日清戦争の敗北が仮想民衆に怒りに火をつけ、最強と都心町との対立は激化していった。 最強会の暴動が発生したのは8月1日である。参加者の供述によると、事前に3つの方策が話し合われた。第1案は、古田県城を襲撃すること、第2案は安くの木村の不遊な家を襲撃すること、第3案は、火山の外国人の宣教師を襲撃することであった。このうち、第1案は、軍資金が不足していること、 第2案は安くの木村の信者の反対で却下され、第3案が採用された。こうして火山への襲撃が行われたが、最初に2から300人が出発したものの、火山に到着した時は100人に減少し、実際に襲撃に参加したのは十数人で、多くは恐れて山に入らなかった。当時、スチュワートたちは就寝中で、 襲撃の結果11名が亡くなり、生き残った者は、スチュワートの子供2名を含む5名であった。古田教案の首謀者4名、古田知検、王ジョリ林は事件発生を聞き、小政府に詳細を報告した。節操特変法船は直ちに外国人と教会を保護する措置を取った。これに対して、イギリスとアメリカ側は軍事上の措置もちらつかせて、 強行に抗議した。その結果、中復州イギリスアメリカ領事館の調査団も、審判に加わり、古田の時教会の指導者はすべて残首その他数十名の重犯は、無期時計、または、終身密留軍となり、王女林など地方官が免職となった。犠牲者11名の遺体は、復州倉山の教会に埋葬された。ありがとうございます。